エフェクター、エフェクターは、日本では何らかの効果、エフェクトを与えるもの。ここでは特に音響効果を与える目的で使用される。機器のことを指す。エフェクスとも略される。和製英語であり、英語では、エフェクツユニット、エフェクツペダル、俗称では、ストンプボックス、ストンプボックスなどと呼ばれている。電気楽器や電子楽器など電気信号に変換された、音、 あるいはマイクマイクで収音された音声に対して、スピーカー、または録音媒体に至るまでの途中に挿入して、一定の効果を与え、様々な音に変化させる。効果音もエフェクトの一種であるが、効果音を作り出す機器は、エフェクターとは区別されている。エフェクト処理の実装には、磁気テープやバネ、金属板などの機械的機構、アナログ電子回路、デジタル電子回路、 デジタルシグナルプロセッサー、コンピュータ上で実行するソフトウェアプログラムなどが用いられる。機械的機構やアナログ回路によるエフェクターをデジタル信号処理によって模擬的に再現する例もある。デジタルスプリングリバーブ、真空管、アンプシミュレーターなど。携帯についても演奏家が使用する手のひら台のコンパクトエフェクターから電気録音、PA で汎用的に使用され、 企画化された幅のラックに収納するラックマウント型ミキシングコンソールやシンセサイザーあるいはカラオケに内蔵されたものまで多様である。歴史的にはもともと単機能のエフェクターを必要により複数つなぎ合わせて使用していたがデジタル回路技術の進歩により複数のエフェクト機能を一つに実装したマルチエフェクターも一的になってきた。 単機能エフェクターをつなぎ合わせた場合と比べると、より少ないスペースで済む複数の機能を組み合わせるのが容易、各種の設定や接続順などが複数通り記憶できれらが一瞬にして切り替えられる、などのメリットがあるが、単機能エフェクターに比べて操作性に劣る、あるいは要求する音質と違うなどの理由で、単機能エフェクターを複数つなぎ合わせるケースも見られる。また、こうした、 短機能エフェクターをアンプも含めて自在にパッチングしセッティングを記憶できるラインセレクターやスイッチングシテムと呼ばれるものもある。現在もギタリストがステージ上でプレイする上でノイズが発生するリスクを知りながら複数のデジタルエフェクターが一体化したものを避け古い操作形態の様々なエフェクターを複数台ドなどといった形式で接続している例があるがこれは 観客のいないリハーサルやサウンドチェック時と多くの観客の入った本番では会場の反響など聞こえる音の状態が変わる時がありその時々の他の楽器とのバランスギタリスト本人のコンディション時にはエフェクターへの供給電圧の変化などといったアクシデントに応じて操作を変える必要が出た際にプリセット式や順に操作機能やパラメーターを呼び出す 従来のデジタル式のエフェクターでは即座に対応しきれないケースがあるからである。またこうした問題に対応するため、デジタル式のエフェクターの中には、ステージ上での操作性を重要視した機種もある。いくつかの別称があり、録音ではアウトボードと呼ぶこともある。ギターなどの楽器専用のものについてはアタッチメントとも言う場合も多い。 1960年代頃のギタリストは大音量を求めていく中で歪みサウンドを発見しアンプの設定をフルアップにすることによって歪みサウンドを得ていた。しかしそれではあまり歪み効果を得ることができなかった。そんな中、1966年にファズフェイスという後のファズエフェクターにつながる製品が発表された。このエフェクターはジミヘンドリックス、リッチー・ブラックモア、 ジェフベックなどの名だたるギタリストが愛用した。中間的なもの、複合的なものなど様々なエフェクターが存在するため、分類は困難である。したがって、ホームページの分類は便宜的なものである。また実際の機器では、この解説の範囲に収まらず様々な工夫が凝らされている場合がある。入力された音を加工することがエフェクターの趣旨なので、入力された音を 原音と表記する。原音の音量の最大と最小の差、ダイナミクスを圧縮するもの。過大な入力による機材へのダメージを防いだり、ほぼ一定の音量へ調整する。原音に含まれる耳の周波数帯域の増幅や減衰を行うもの。楽器をつなぐアンプの種類、音量設定などに関かかわらず、電気的に増幅したり、その結果に耳で歪んだ、音色を得るもの。 回路方式、使用素子の種類は、多種多様で、真空管、各種トランジスタ、IC、集積回路などが用いられる。歪みを得る目的のエフェクターである、ファズ、オーバードライブ、ディストーションの分類で明確な範囲決め、定義は曖昧である。低周波によって、原音の振幅や位相を変調し、長官上の揺らぎを作り出すもの,の。通常音響機器は、 原音の劣化を極力避けて出力時の再現効率を上げることに注力しているが、それに対して意図的に音質を劣化させるもの、ノイズを加えるもの、電子録音のサンプルレートを下げるもの、機械的に特定の周波数をカットするもの等が存在する。イコライザー等で雑音の多い周波数をカットするもの、演奏音のない時の雑音をカットし、電流は流れている。 設定レベルを超えた音、演奏された、必要な音を出した際に音を出すものがある。以下、商品名は様々だが前述の個別に挙げた装置や、機材ほど一般化してはいない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。